ドラえもんのび太とアニマル惑星は、藤子、F、藤尾によって執筆され、月刊コロコロコ,ロコミック1989年10月号から1990年3月号に掲載された大長編、ドラえもんシリーズの作品。および、この作品をもとに1990年3月10日に公開されたドラえもん映画作品。大長編シリーズ第10作、映画シリーズ第11作。 第8回ゴールデングロス賞優秀銀賞受賞。同時上映は、チンプイエリ様活動大写真。主催サードステージ、高上章司脚本、演出により、舞台化され、2008年夏に初演。2017年春には再演されている。本作は平穏に暮らす動物たちの惑星、アニマル星を侵略しにやってきた、地球人型宇宙人、にムげによる、秘密犯罪結社。 ニムゲ同盟とドラえもん伸びたら五人の戦いを描いた作品。ニムゲは人間そのものであり、自然環境を破壊し、野生動物の生態を脅かす人間社会を痛烈に批判している。本作の敵組織、ニムゲ同盟は映画版では秘密結社国老地団と呼ばれており、強い否定的イメージが案に植え付けられている。これに対し、舞台となるアニマル母は、 自然破壊の反面教師として徹底的な環境保護が実現されており、エコロジーの面では理想的な世界として描かれている。各種の動物が擬人化した世界観を生かし、迷子の子猫を助ける犬のおまわりさんや黒ヤギさんからの手紙を読まずに食べてしまった白ヤギさんといった有名な動揺になぞらえた場面が登場する。また、ドラえもん、のびたら5人が、 アニマル製の滞在時には動物ごっこ帽子をかぶっており、その中でドラえもんは猫耳をかぶっている。そのため本作にて本来の耳つきドラえもんが復活している。普段月がないことが多いのび太がこのことを象徴する、ある道具を使用する。そしてこのび太単独で二無限に乗り込んで活躍することが結末の鍵の一つとなる。 さらに中盤では度重なる不可解な出来事によって、いつもならば、のび太と共に仲間を引っ張るジャイアンが弱気になったり、いつも、タヌキと間違われて憤慨するドラえもんだが、アニマル製の住民から逆に怒られ、その後にもたびたび、タヌキさん、いや、猫さんと慌てて訂正されて、ドラえもんが、タヌキさんでもどっちでもいいですよと言って怒るのを、やめるという珍しいケースもある。 映画シリーズの中では、シリアスなテーマ性、およびメッセージ性を抱えた作品であり、冒頭、裏山のゴルフ場建設計画に反対する、町内会の一員、のび太のママが、環境問題についてドラえもんとのび太に説教する、場面などが、随所に挿入されている。ゴルフ場建設に関しては、当時のバブル景気の世相を反映している。このように、 環境問題へのメッセージ性が強い作品であり、作者自身もフィルムコミックスの後書きで少し露骨だったかもしれないと述べている。原作ではドラえもんたち5人はアニマル星の住民にとっては地球から来た異星人という位置づけである。彼らが異星人であることはアニマル星の皆が知っており、戦いの後に5人に感謝して国民の祝日に定め、 その盛大な祝賀会も行われ、別れもそこで行われ完全に英雄扱いだった。それに対し、映画では5人の正体は、犬の少年ちっぽしか知っておらず、また別れも辛くなるからとこっそり行い、ちっぽだけが自転車で見送りに来るという形で、5人はあくまで一、市民という扱いだった。また、出来すぎの登場場面はすべてカットされた。終盤での展開も、 原作ではあっさりと流されたのに対して、映画では大幅に追加され、かなり深く踏み込んだものとなり、ゴルフ場建設計画も中止となっている。本作の主題歌は、本作公開から5年前のドラえもんのび太の宇宙小戦争に引き続き、武田哲也が務める。ある夜、のび太はピンクのモヤをくぐった見知らぬ森に迷い込む。そこでは、人間そっくりの体を持つ動物たちが、 人間の言葉で話していた。翌日、のび太は、その体験を、ドラえもんや同級生に話すが、ジャイアントスネオは、もちろんドラえもんにもバカにされるだけだった。しかし、動物たちが持っていたホタルを入れていた花が部屋の前に落ちていたのを知り、昨夜のことは本当にあったのではないか、とのび太は考える。そんな中、ママの話からのび太たちの学校の裏山が、 ゴルフ場建設のために切り崩されてしまうという計画があることを知る。その夜、寝ぼけたのび太は、再び部屋の前に現れた、あのもやの中に入り込んだことに気づき、あの世界は夢ではなかったと確信。後を追ってきたドラえもんと共に、もやの向こう側を探検する中で、二人は、チッポという犬の少年に出会い、再び遊びに来ることを約束してきとに着く。 帰ろうとした二人の前に地球のものよりはるかに巨大な月が昇ってくる。ここはアニマル星であった。翌日、裏山を開発しようとする業者らが下見に訪れた。ドラえもんが秘密道具で追い払ったものの、これくらいで諦めるとは思えず、安心はできない。悩んでいた時、二人は、また、あのピンクのモヤを見つけた。静かも誘い。 再びアニマル星へ遊びに行くことに。だが、こっそりついてきたジャイアンとスネオは、もやの中をさまよううち、見渡す限り荒れ果てた世界にたどり着いてしまう。ジャイアンはその中で、恐ろしい何かを感じると語り、逃げ回るうちに、アニマル星にたどり着いた。右与曲折を経て、ジャイアンたちと再会し地球に戻った一行は、ドラえもんが手渡した秘密道具を通じて、 チッポが救援を求めていることに気づき、アニマル性に引き返した。ところが、美しかったアニマル惑星は、爆撃にさらされて、無残なありさまと化し、星中の動物たちが姿を消してしまっていた。創作の末にチッポと再会し、難を逃れた動物たちが潜む、森の中の隠れ家にたどり着いたドラえもんたちは、かつて動物たちの先祖を迫害した月の悪魔、ニムゲが、 アニマル母子を我が物にすべく攻め込んできたことを知り、アニマル性を守るために、動物たちと共に戦うことを決意する。連邦警察国狂地団主催サードステージ、国際児童、青少年演劇フェスティバル沖縄の企画にて実現。脚本、演出を、鴻上昭治が担当。2008年7月から9月公演。初演と同じ鴻上昭治の脚本、演出で、9年ぶりに再演。 ドラえもん映画作品、ありがとうございます。